うわうわうわ聞いた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 有名人じゃん。やばい、毎日テレビで見るよ。おい元気か元気だわ。やっと来たやりましょうやりましょう。J2 相手に負けてらんないぞっていう、うん、そうね。そのさ、自分の中でこう引き際っていうタイミングは何だったの？一番決定的なもの。俺職業ニートだからさ俺アンパンマン。皆さんこんにちは。富士フイルムスーパーカップ2023を盛り上げていこうということですね。これからのお時間にお付き合いください。引退発表後初めての解説を務めさせていただきます、槙尾智章です。よろしくお願いいたします。さあということですね、30回目の節目となる今大会のカードは横浜 F マリノス対ヴァンフォーレ甲府ということですね。僕の昔からの友達でもあり両方のクラブを知るあの男に来ていただきました。さあこちらへどうぞ、よろしくお願いします。さあハーフラーマーク選手です。ありがとうございます。お久しぶりです。久しぶりです。現役生活お疲れ様でした。いやお疲れ様です。お互いですね。いやそうだね、僕たち同い年で昔から調子乗り世代ということで、まあもうユースからですね、ユース世代の代表とやってきましたけども、どうですか今の心境は。いやね、なんかもうすっきりしちゃったというかもうね、うん、ここからどうしようかなっていう、ここからどうしようかな、うん、でも正確プロ選手としてはマイクの中ではやりきった、やりきった、うん、やりきった、うん、ちょっと今日いろんな話をしていきたいと思いますね、はい、よろしくお願いします。お願いします。改めましてよろしくお願いします。お願いします。久々やねマイク。だね、だいぶね。さあその2023シーズン開幕します。スーパーカップがね、そうだね、これがまたね面白いことにマイクが在籍した横浜 F マリノスとヴァンフォーレ甲府なんですよ。すごいね。どうよこの自分が在籍したクラブ同士がもう新しいこの開幕戦、2023年の開幕戦をやるっていう意味では、うん、どういうふうに思ってんの。いやもう両方応援するよね。うん、うん、どっちが在籍長いの。ヴァンフォーレは2年だけなの。2年だけど強烈なインパクトをね残してるイメージがあるんだけど、このさやっぱりこう新シーズン、まあ富士フイルムスーパーカップやる中でどのチームもやっぱりこの開幕戦で見るわけじゃん、うん、でやる選手も手の内を明かしたくなかったりだとかいろんな思いがある中で、マイクがさその開幕戦に対しての思いとかっていうのはこれまでどういうふうに思ってたの。開幕戦は絶対、うん、俺はフォワードだったから、うん、点が取りたい、点が取りたいよね。そう、うん、まずそこで勢いづいたらもうフォワードってやっぱ、あそうね、そっからやっぱ点を重ねていけるっていう、いい状態でやっぱ新、うん、シーズンを迎えたいよね。そうだ、うんうん、多分どの選手もそうだと思うし、うんうん、でも J1 のチームと J2 のチームがここでしっかりと対戦するっていうのも面白いよね、うん、そうだね、うん、でやっぱ去年のやっぱ天皇杯見ると、うんね、ヴァンフォーレのあの粘り強さっていうか、うん、ちょっと神がかってたところもめっちゃあったけど、そうだね、うん、なんかそれ見てるとやっぱどっちに転んでもおかしくない試合だなと思って、ね、で昨年の両チームの結果を受けて新しい選手が結構入れ替わりがあった、うん、そういう、まあ、シーズンオフだったんだけども、うん、この J2 のヴァンフォーレ甲府が ACL を獲得したことでいろんな選手が入ってきた、うん、もちろんその甲府としては今シーズンの目標 J1 に上がりたい、うん、昇格したいっていうのが一番の目標だけども、このアジアチャンピオンズリーグに出るっていうことを考えた時に、僕はねこの富士フイルムスーパーカップを勝ってそのまま勢いよく新シーズンに迎えていってほしいっていう思いがあって、リーグ戦ももちろんこのアジアチャンピオンズリーグも並行して戦う中で難しさはあるのよ、うん、でも ACL の舞台で活躍する J2 のチームも見てみたい。それねすごいだろうね、そうめちゃくちゃ面白いよねこれ、うん、まあ、僕もね経験してるから、うん、このアジアの舞台での活躍が個人の評価を高めるじゃん、うん、もちろんその個人のステップアップにもつながるしオファー来るかもしれないしね、うん、そうだね、うん、しかもねこれでね、もし J2 のヴァンフォーレ甲府が、うん、もし ACL のグループリーグ突破したら、そうね、うん、正直他のアジアの国よりも差がつけられるよね、うん、もう日本のレベルはちょっと抜けてんぞっていう、うん、まあそれも同様に、まあ、F マリノスも
やっぱ J1 でやっぱすごいのよ、今強いよね。攻撃力もそうだし、もちろん攻撃にね注目されがちだけども、守備の安定感もすごいし、まあ、もちろんその昨シーズンの MVP の岩田選手が海外移籍したっていうのもあるけども、やっぱり残った選手たちの能力も高いし、やっぱチームビルディングが素晴らしいよね。い安定してるから、ね、やっぱそこはやっぱ監督中心にね、うん、ずっとやってきてるのかなとは、うん、もう見て、ね、見ててもやっぱ面白いサッカーをするし、うん、そうやっぱ見てて楽しいサッカーをしてて、ね、やってる選手も楽しんでやってるから、うん、僕らはやっぱり去年対戦してて、あ、羨ましかったもん。あ、うん、で選手たちが思うように楽しいようにやるから、やっぱボールがアウトした時にさ楽しくなかった楽しいよ、めちゃくちゃ楽しい。でやっぱめちゃくちゃ楽しいんだけど、選手ってさやっぱ勝って楽しさを覚えるじゃん。そうだね、もちろんサッカーやってて楽しいんだけど、結果がついてこそのやっぱ倍増するものがあるから、やっぱここ近年優勝争いしてタイトル取ってるマリノスの選手たちは表情豊かだし、ミスしてもさなんかこうどんまいどんまい次行こうよみたいな、こういう雰囲気あるじゃん。確かに。でも追われてるチームとかさ、プレッシャーかかってるチームってさ、ミスしないようにプレーするから、どことなくそのなんか積極的なプレーができないよね。だからその違いがある中で、去年を J2 で優勝した甲府と常に優勝争いしてる F ・マリノスがこの2023年の開幕戦でバチッてやることで、他のチームとか選手たちが今年面白いなって思ってもらえるような大会にしてほしいよね。そうだね、うん。さあ、F ・マリノスですね、スーパーカップ6回目ということなんですけど、まだ実は1回もこのスーパーカップを手にしたことがないということなんですけども、僕たちがこれまでですね、あの運がなかった大会、そして苦手にしていたチームっていうことがあるかどうかなんですけど、どうですか、自分の中でこれ得意だなとか、あ、このチームちょっと不得意だなみたいな。あの点は取れるけど、うん、勝てなかったのはもうずっとレーソルだったから。あ、そうなんだ、うん、なんで分かんない。レーソルのスタジアムが、それとも相手がってこと？いや、相手が。おお、じゃあレーソルには今行っても取ってないの？いや、レーソルから点は取ってんだけど、うん、試合には多分ほとんど勝ったことないかな。多分やっぱ選手の中でそういうのって意識する？俺はなるべくしないようにしてる。する？逆に俺はそういうネガティブな記録こそ抜いてやろうみたいな、打ち壊してやろうっていうのは思ってたから、まあ、でもある意味それって意識してるよね。うん、うん、でもやっぱりファンとかサポーターもそういうの持ってんじゃない？このチームだけには負けたくないとか、印象悪いなとか、ね、まあ、相性悪いなって思ってる分、選手はもっとなんか敏感に感じてるよね、それ。逆にどうなの、今まで相性が良かった、このチームはなんか点取れて勝てるんだよねみたいな、浦和とか取ってる？浦和は結構取ってる、うん、浦和取ってるイメージはある、ね、結構。でもそうだな、でも、うん、そうだ、レッツもそう、結構ね、名古屋とかも点取った気がする。あ、うん、俺はね、代表ゴールキーパー食いっていうのをちょっと結構意識してたね。おお、あ、逆になんか代表に入ってすごいこう、うん、俺はやってやるぜっていうキーパーがいると絶対点取ってやろうと思うし、うん、あ、確かになんかそう、代表のセンターバックとかに対しては確かに点取りたいって言っちゃう。そういう意識はあるよね、うん、だから今回のさ、その F ・マリノス対ヴァンフォーレ甲府もさ、味方的には J1、J2 かもしれないけども、うん、各ポジションでそういうストーリーがあるわけだよ、うん、個人の。確かに。例えば小学校の時はライバルでとか、うん、でも今は違うカテゴリーで、でも今は先輩が、あ、先輩と後輩だけど後輩の方が代表経験者でみたいな。確かに。そういう一人一人のストーリーを追ってバトル見ると面白さあるよね。うん、しかもまあ絶対甲府の方が気合入ってるよね、こういう時。難しいよね、うん、どうよ、だって6回目ということなんだけども、うん、1回も取ってないっていうマリノスは気持ち的にはどう？難しいのか。もう絶対、しかも一番取れるチャンスだと思っちゃう。うん、うん、うん。まあなんか変な言い方したら、もうワールドカップのね、うん、ドイツ対日本もそうだけど、うん、ドイツ、まあ、スペインもそうだけど、うん、日本には絶対勝たなきゃいけないっていう、うん、そうね、そういう風に見られてるね、まあ、あっちはもう国的なプレッシャーだけど、うん、今はもう J1 のプレッシャーっていうか、うん、いやもう J2 相手に負けてらんないぞっていうのはあるよ、ね、昔に比べるとそんなにもちろん差はあるけど、うん、J1 と J2 のところっていうのは昔に比べると差は縮まってるよね。そうだよ、まあ、多分戦術とかもそうだけどね、うん、なんか、まあ、去年のバーゴールみたいなね、あの守り抜く形がもう確立されてて、うん、
天皇杯取っちゃったわけだから、うん、まあ一発勝負だし何が起きるかわからない中でも、まあ6回目で手にしてないマリノスが、まあ、スタイルがある中で、うん、どういう風な攻撃を、そして昨シーズンからメンバーもちょっと入れ替わる中でどれぐらいアップデートされてるかっていうのを個人的にはすごい注目してるから、ね、やっぱそのやっぱマリノスもポゼッションもいいし、うん、やっぱ縦の速さもあるから、うん、そうね、もうやっぱバーンフォーレも止めるのが相当難しいんだろうし、そう、ね、結局後ろに下がるだろうなってそう思っちゃうよね。そうね、ただマリノスに対して引いて守っててもやっぱりボクシングと一緒で、うん、もうジャブがずっと効くから、うん、後半すごいダメージ食らうのよね、うん、だからその甲府は引いて守る力はあると、うん、ただ昨シーズンの天皇杯決勝のように前に出てくるパワーもある分、俺はそういう前に出てくる姿っていうのを見たいね。見たいね。だって新加入ピーター・ウタが、うん、竹富、こうやって力のある選手が前線にいるってことは点を取りに行く姿がちょっとあるんじゃないかなと思って、うん、ピーター・ウタがすごいよね。今39だっけ。39ぐらいかな。すごいよね。俺コンディションもすごいよ、ね、去年も最初の、うん、もうめっちゃ点取ったもんね、うん、何がすごいかってやっぱこう日本大好きで、うん、もう日本長いじゃん、うん、日本語結構できるから。あ、そうなんだ。結構ウタさんできるから、もうみんなウタさんウタさん言ってるからね。もうね、しかもあの一人カウンターというかね、うん、まあ、そういうウタカがどういうプレーをしてマリノスのディフェンダー陣をね切り裂くかってとこなんだけども、そのバンフォーレ甲府、なんかマイクが今すごいつながりがあるということで、どうなんですか。これ今あの国立にいますけども、マイクどっから来たの。今日ね4時半に起きて、うん、5時半の電車、うん、乗ってきて、うん、遅刻してきたっていうことは今どこに住んでるんですか。今甲府に住んでる。あ、甲府在住で。じゃあどう、甲府の盛り上がりって今すごいの。いや、さほどじゃあそういう意味ではちょっと甲府を盛り上げてもらうためにもマイクのこれは出番なんじゃないの。いや、オファー心待ちにしておりますさあ、はい、そんな甲府なんですけども天皇杯ですね、 J2 ながら J1 クラブを5クラブ、うんうん、倒してきたということで、僕たちはジャイアントキリングしたことがあるのか、もしくはされたことがあるのかということなんですけど、どうこれまで。俺多分、うん、サガン鳥栖にいた時に、うん、その時 J2 だったんだけど、うん、確か天皇杯でサンフレッチェに勝ったよ。あ、そうだっけ。覚えてない。覚えてない。3-2 で延長戦で俺が点取って勝ったよ。多分それは幻だわ調べといてください。僕は、うん、天皇杯昔 J2 で出た時に J1 のクラブを倒しながら、あの決勝まで行って、それこそ富士フイルムスーパーカップの前のゼロックススーパーカップの時に、2008年鹿島アントラーズと戦って、僕らは J2 で J1 の鹿島アントラーズの時に、あの一応タイトルを取りました、その VTR あるみたいよ。あ、そう、2008年。うわー、これ懐かしい。そう、富士フイルムスーパーカップの前身だから、あのゼロックスだね。5番、はい、入場してきました。この時まだ眉毛細い俺ワールドエースの時とかさ、世代別の時も蹴ってたじゃん、うん、見てよほら、うわっ真ん中にうわうわ強心臓強心臓、この時から真ん中にふんわり。2023富士フイルムスーパーカップの前に、実はネクストジェネレーションズマッチといってですね、横浜 F ・マリノスユースと日本高校選抜の試合も行われるということで、どうですか、僕たちユース出身ですけども、なんで俺たちはユースを選んだのか、前的にはどうなの、高校サッカーは行こうとは思ってなかったの。いや、思ったこともなかった。なんかやっぱプロに近い、うん、環境で近いし、うんうん、でなおかつもしかしたらっていう中で、やっぱ早い年からデビューできるって考えると、うんうん、やっぱプロを目指すわけじゃん、うんうんうん、でそのプロ
の環境で練習できるとか、うん、自分結構早いもう高校1年生の時からあもうトップチームの方にたまにトップチームの練習とか参加させていただいたけど、うん、やっぱ学ぶことが多いじゃん、うん、でやっぱその環境が近いと、うん、あもうこれを目指さなきゃいけないんだとか、うんうんうん、やっぱよりそう思うから、うん、俺はやっぱりもうやっぱ自分が生まれ育ったね場所が、うん、もうマイクも一緒だけど、うん、広島出身で、うん、もう近くに地元にプロサッカーチームがあって、うん、で練習する場所があって、うん、絶対あっこで練習したいとか、うん、あっこでプレーしたいって思ってたから、うん、もうマイクが言うようにやっぱプロになるための近道というか、うん、環境が整ってるってことを考えた時に、まあ、ユース行きたいなと思ったんだけどね、うん、今のさこの高校サッカーの環境って、うん、今回高校サッカー俺いっぱい見させてもらったんだけど、うん、環境すごいのよ、うん、すごい変わってるよ、ね、今もう J2、J3 よりも高校サッカーの方がもうグラウンド、筋トレルーム、うん、食事の管理とか、うん、もうものすごい整ってて、ほとんど人工芝だからね。そう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 、そういう意味では高校サッカーの方がサッカーの技術もそうだし、メンタル的にも、まあ、一人の人間としても成長させてもらえる環境が整ってるなと思って、うん、高校サッカー。いやでもね、やっぱ今年ね、うん、その高校からそのままぐらい行った、うんね、はい、選手もいるわけだし、うんうん、やっぱ、まあ、結局ね。環境があって、あと指導者もやっぱ大事だと思うし、うん、あ、はいはい、やっぱその教えてくれる人が、うん、まあ、牧野もあったかどうか分かんないけど、うん、俺はもう高校の時からもすげえ調子乗ってた、うん、尖ってた、そう、うん、なんかこんな練習する必要あるよみたいな感じも、そこをちゃんとやっぱなんか叱ってくれる指導者とかもやっぱ大事だし、はいはい、うん、ここが別にスタートラインにお前まだ立ってないんだぞっていうのをちゃんと示してくれる指導者もいなきゃ、そうね、環境面とか選ぶんだったらものすごく僕の中ではもう両方同じ、ただどういう選手でどういう指導者に教えてもらいたいかっていうところを選ぶ時にちゃんと考えた方がいいよね。で高校の方でも元プロは結構いるよね、監督やったりしてるから、やっぱ、うんうん、もうどっち問わずっていう感じだよね、うん、やっぱどうなの、そのなんかやっぱりさ、うん、俺たちは同い年でずっとやってきてさ、同じタイミングでこう引退ってなったじゃん。改めてこう引退に対してさ、自分の中ではなんかもう整理ついてる。なんかもともと35で辞めようと思ってた、うん、ほんそう、でも結局そのバンホールで一回対談になったのが33だったの、うんうん、でそのタイミングで、まあ、別に今辞めてもいいかなと思って、うん、そのさ、自分の中でこう引き際っていうタイミングが何だったの、一番決定的なもの。え、もう体の衰え、おう、なんか自分が、まあ、フォワードじゃん、うん、自分が入りたいところに入れなくなってるみたいな。あー、それはでも得点なんかない、守備する時とかもさ、ね、うん、これ普段の俺だと止めてたのに、はい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 、止まっちゃったりとかさ、うんうんうん、なんかその感覚がフォワードとして点取り屋としてのなんかこう今までの自分と違うなっていうのがそこにあったんだ。そう、なんかいつもだったらもう一歩前にいて、うん、手前で触ってたろうなみたいな感じが、なんか、うん、もう自分で自分の残像みたいに見えるわけ。へえ、以前の自分だったらこれいけてたのに、そう、うん、そういうのがあったんだ。それ見て苦しいし、うんうん、でなおかつやっぱ試合出れなくなってくると、あ、メンタル的な部分ね、まあ、そう、うん、でも自分の中では、うん、いや今試合出てるやつより絶対俺の方が活躍できるぞ、ね、うん、おいいねいいね、うん、そのメンタルずっと思ってたわけ、うん、でもいざなんか試合出ると、うん、なんかいつも動けないと、いや動けないっていうより、うん、いきなり肉離れとか肉離れとかし始めると、うん、なんか急にピリッてきてうわーみたいな。それはもう完全にコンディション不良だよね。まあそれはそうだね。気持ちの部分はやっぱまだ負けてないんだけども、肉体的な部分がもう追いついていけてないっていうのはあるね、うん、じゃあ今回この引退した後に、俺もそうなんだけども、やっぱこう、あ、俺引退したなって実感したタイミングが、新シーズン始まったチームとか選手のキャンプインを見た時、これねすごい、あ、俺引退したなって思ったんだけど、うん、マイクどう、そこら辺のその新シーズンに向けて選手たちが動き出してる絵なんかを見た時にどう思ったの、うん、いや正直ね、うん、
もうなんか俺なんで家でゴロゴロしてんだ。そうだよね。その感覚すごい。俺なんか発表してからはそんなに感じてなかったんだけど、ようやくそれはひしひしと感じてる、うん、あれめっちゃきついんだよなって見ながら、うんうん、結構やっぱ走るじゃん。走る走る、うん、あれ見ながら俺酒飲んでんのうーわーシーズン始まってるわーと思いながら俺ゆっくりしてるなみたいな。ゆっくりしたからもう動かなくていいんだって、うんうん、あのきついこともしなくていいんだ。でもなんかそれ 見ると、うん、いやちょっと寂しくもなんだよ。あそっか、うん、なんかそのやっぱ寂しいとかっていう思いがあるんだったらもう一度チャレンジするかもしんないっていうのはどうなの、あるの。いやでもそれこそさっき言ったように、うん、結局そこに行けてないっていう ね、 そうね、うん、結局じゃあ今またじゃあプロやりますって言っても、うんうん、じゃあそこにコンディション戻す、うん、そこに入れる自信がない。あもう未だにギラギラはしてるけど、うん、そのギラギラが肉離れを生むよみたいな感じになっちゃうから、うんうん、そのさギラギラとかをやっぱりまだ持ってるんだったら、うん、自分が引退した後にじゃあ子供たちとか育成年代に伝えていこうっていうのは思ってないの。それは思ってる。もともとあんまり指導者ってやりたくなかった。おでもその、まあ、去年その岐阜で社会人やってたんだけど、うん、一回その高校生を、うん、指導するみたいな、そう指導するみたいな、うん、一回あなんか呼ばれて、はいはいはい、やったら、うん、いや意外と面白いじゃんって思って。でその社会人でやってるのもそうなんだけど、なんか自分の、うんアドバイスを聞いて、うんうん、それに対して上手くなるとこを見るとすげえ嬉しくなっちゃった、うん、でそれなんか見るとあなんか指導者も面白いかもなと思って。でしょ。俺はさあの引退して第2章、うん、開幕宣言って言ってさ、うん、監督やりたいんですって発表して、うん、今ライセンス取ったりとか、うん、その指導者の味方でサッカーをもう一回勉強してるのね、うん、俺らはさ、うん、選手としてやっぱずっとやってきて、うん選手としての気持ちとやっぱ指導者、うん、あのタッチラインを一個外に出てピッチを見る、うん、あの角度でまたサッカー界で全然違うことが分かったから、 ある意味俺勉強して楽しいなと思った。あそうなんだ、うん、勉強苦手なんだでもじゃ あなんか、うん、だって筆記試験とかもあるでしょ。あるあるあるもちろん。しんど筆記もあって、うん、口頭試験もあって、うん、実技指導もあるから。口頭口頭この口あの何インストラクターと、うん、なんか口頭ですよ。面接でこうあなたはどういう思いで指導者やりたいですかとか。ピッチでそんなのやんなくないって。それはあの教会に言ってください引退したタイミングが一緒っていうのも何かの運命かなと思って。やっぱりまあ、俺はマイクのこと大好きだし、このサッカー界でずっと付き合ってきた中で俺も好きよなんか一緒にね、やっぱせっかくこんな熱いことを言ってくれてるし、思ってるんであれば形にしたいのよね。昨日実は J リーグのイベントでどうやったら J リーグ盛り上がるのかとか、選手たちがメディアに出るためにはっていうところを話した中で、俺の中で地方からの盛り上げすごい大事だよねっていうのを言わせてもらったのよ、うん、だからマイクが今甲府に住んでる、うん、でバンフォーレに在籍してたってことを考えたら、やっぱこう甲府を盛り上げてほしい、うん、マイクがこう目線で盛り上げてほしいっていうのはあるかな、うんうん、ある意味宿題です。頑張るわ逆にどうなのマイクから俺になんかないの。いやもうね、そうさっきもマキに言ったけど、うん、やっぱねそのまあ、同世代もそうだし、うん、多分牧野と関わった人たちはみんな思うんだけど、うん、やっぱ牧野がやっぱねテレビに出るだけで、うん、俺なんか幸せな気分になる。あそうなの、めちゃくちゃ嬉しいんだけど。すげえなんかニヤニヤしてなんか、うん、嫁にニヤニヤしているよって言われて、うん、ありがとうございます。だからこれからも、うん、やっぱねその日本全国を元気にしてほしいで。俺アンパンマンちょっと俺からもさあのオファーさせてよ、これ一緒にやりたいとかさ。いやありがたい、まあ、うん、俺職業ニートだからさ今さ言った方がいいんじゃない、僕になんかできることあったら、はい、あのやりますんでみたいな仕事オファーオファーしてますOK です、ありがとうございました富士フイルムスーパーカップ2023熱い戦いにご注目ください。お楽しみに。